徳山です。ふみです。わてびです。今回兵庫県芦屋やってきました。はい、ここでやる企画、学歴家系図大調査やってきたと思います。これね、学歴家系図企画、はい、まあ、びっくりする高学歴がね、はい、出てきたりするんですけど、そうですね、これお金持ちの町でやった方がおもろいんですよ。はあ、なるほどね。やっぱいい家が多いと、はいはい、で日本一お金持ちの町どこですかと、はい、白金違う違う、松濤違う違う、芦屋なんですよ。芦屋なのね。芦屋なのよ。そうなんだ。まあ、関東でも轟いてるでしょ、芦屋は。まあ、そうね、芦屋有名ですよね。豪邸があったりね。豪邸がある、はい、というわけでこの芦屋の町で学歴家系図聞いてみたいと思ってます。はい、わかりました。まあ、おなじみのね、高田風民学歴家系図、まあ、多くは語りません。はい、兄弟一族の希望を一心に背負ってます、はい、でも高卒ばっかりで周りが。おい、そうやで、ね、てか省略した高卒もおるから。あ、やばい。おじさんおばさん省略してるから。高卒だしね。おい、誰がや、はい、まあ、こんな感じで学歴かけつ聞いていきます。はい、皆さんチャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターでインスタも絶対します。それでは調査スタート。わかって TV。芦屋の町ね、はい、あの知らん人もおると言うと、うんうん、もう超お金持ちの町です。 ね、でどんぐらいお金持ちかっていうと、はい、六六荘っていう超お金持ちな地区があんねんけど、はい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 、そこは条例で決まった広さじゃないと家建てちゃダメっていうルールあります。マジで。だから新規受け入れない。やばで、あと JR あるんですけど、はいはい、新快速っていう、まあ、特急みたいなのがあんのよ、はい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 、普通は芦屋って泊まるレベルの規模の町ではないねん、はい、でも力あるから止めちゃいます、はい、止めちゃうのね。快速止められるぐらい。そう、 JR もう芦屋にはもうペコペコ、うん、あ、そうだね。いやいや、すげえ力ある。でこの前選挙あったやん、はい、で高島市長っていう、はい、灘から東大でハーバードの人が当選したんやけど、はい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 、やっぱそういう育ち大事です。あ、なるほどね。芦屋市民育ちで選挙選びます。そこまで。そこまで。超お金持ちの町芦屋、はい、どんな学歴出てくるのか。そう、これ楽しみっすね。これはそうよ。じゃあ早速聞いていこう。よし、芦屋で高校生の子見つけました、はい、じゃあかけたみたいなんで、はい、オープン、どうぞ、はい、君が高校生で、うん、お父さん神戸大。おお、やるね。で、おじいちゃんも神戸大。おお、すごい。おお、で、おおじさん、おばさん、おじさん半大、お母さんの兄弟、弟さんだけ、お、兄弟が半大。いいこと教えとくわ。一族全員俺より学歴下。おお、やかましいよ。君の一族寄ってたかって俺に攻めてこられても、うん、俺一人で学歴勝てる。やめろお前。お前すごい名門だよ。だって、だってすごい、ね、お前はさ、言うていないでしょ、上に。あ、いないいない。突然変異みたいなもんじゃん。まあまあ言うたそうよ。でもね、そう、お父さん家系とお母さん家どっちも神戸大がいると。あ、確かにすごいね。君はどこ行きたいの？神戸大学行きたい。あ、神戸、神戸大行きたいのね。やっぱこうね、はい、おじいちゃんも神戸大、お父さんも神戸大やから ね、ね、近くにお母さんいるんですけど、うん、お母さんとお父さんが結婚するとき挨拶に行くわけじゃない、はいはい、多分 お前も神戸大かっていうので、はい、おじいちゃんとお父さん意気投合してます。意気投合してね。確かにしてそうだね。芦屋でお兄さん見つけました、はい、学歴家系図書いてくれました、はい、どうぞ、はい、でお兄さんは都立大で、そうです、で独身、はい、お父さんが独協、はい、でお母さんが神戸大、はい、おで、おじいちゃん早稲田、はい、おばあちゃん高卒、はい、おじさん整形、はい、で妹が横浜市立大、はい、その旦那が東北大、はい、すごいね。なんで都立大に行ったんすか。はい、ここしか受からなかった。あ、そうなんですね。本命が落ちてしまって。本命どちらやったんですか。本命帯広畜産大学。どこ本命にしとんねん。やめろお前。帯広畜産な、何やりたかったんですか。獣医さん。あ、獣医になりたくて。なるほどなるほど。獣医になりたかったのに都立大、ね、だいぶ希望と違う。やめろお前。芦屋でなんと兄弟見つけました、はい、ですね。芦屋住み。おお、じゃあ早速学歴家系図書いてもらったんで、はい、オープン、はい、ババン、はい、え、あ、東大。お兄ちゃん東大、はい、おお、やった。すげえ。そんないた。で弟くん、はいはい、で岡山白陵高校、はい、うわ、え、岡山まで通ってんの。今度から4月から通う予定です。すげえ。父親感覚、母親相愛。おえぐらやないか。やめろお前、やかましいよ。F から生まれた東大生。いや、すごいよ ね、 だからね。おじいちゃんが早稲田。そうっす、はい、でおじいさんが慶応、はい、おちゃんとなんか遺伝してるというか ね。君は高校はどこだ。名だとかまさか。いや、神戸高校です。神戸、はい、兵庫県最強公立高校、はい、ですね、はい、神戸高校。誰の影響がでかかったん、その東大入るにあたって、うんうん、いや、あんまり誰からも言われたそら、親戚頼りならへんもんな。やめろお前、お前私立ばっかの親戚。やめろお前、やかましいよ。相愛のお母さん、模試の結果見ながらシャシャってこんかった。シャシャるかお前。俺、高卒の父親に兄弟模試の結果見して、うん、英語弱いなって言われたこと一生恨んでるもん。いや、親父高卒何が分かんねえみたいな。そう、兄弟英語何も知らんやろ。やかましいわ。お父さんどこ行きたいか気になるけどね。確かに志望校。僕は東大行きたい。
科博からはちょっときついぞ。ちょっとおい、ドリームキラーか、お前。ドリームキラー、夢を積むな、お前、ほんとに。僕が1位立てばいけるんで。確かに、岡山不良の1位になると、てっぺん取ると。てっぺん取りますね。お兄ちゃん東大やぞって周りに言ったれ。一番ダサい。やめろ。芦屋でお母さん見つけました。なんか貴婦人というか。ねえ、やっぱ芦屋っぽいですね。お母さんの学歴教えてもらっていいですか。高卒です。高卒。ダハハ。やめろお前おい。さっきねちょっと聞いたところに言うと、なんと四天王寺。四天王寺。いやもう超進学校。四天王寺高校さん。え、あの四天王寺ですよね。優秀賞取ります。優秀賞。そう、なんとベスト10だったらしいです。お母さん嘘つくのやめましょう。やめろ。学歴家系図書いてもらいましたんで、ちょっと出してもらいましょうか。お願いします。お母さんがここか。で、お子さんが立命館と関西大。おお、いやすごい。関関同立下2つ。やめろ。下2つ。言い方悪いだろお前。気になるよ。こっちっすよ。これ。兄弟。旦那さんの弟。弟ですね。あ、兄弟。で、しかもその子供も。二人ともダブル兄弟。いやすごい。自慢の一本。ここ厳しかったから。あ、家が厳しい。あ、だから神戸大受かってみたいな。神戸大受かった。辞めさせて兄弟受けの。神戸大を辞めろと。そう、兄弟以外は大学じゃない。いや、坂田風味じゃないですか。気が合いそう。兄弟ローランド。こいつそうなんですよ。兄弟が京都大学なんです。はい。はい。兄弟が東大だけみたいな。経済学部です。文系で一番難しい経済学部です。いや、いち一番ね。はい、法学部です。あ、法学部。今ね、法学部よりも経済の上で、はい、やりましたね。あんま変わらないそんなね。法じゃない。こう理系の方ですね。まあ、兄弟工学部ね、いっぱいいるんで。いやいや、ちょっと待って、工学部すごいだろ。兄弟でも理系だろ、お前。そこは認めろよ、工学部の数、もうめちゃめちゃ多いから。多いけどね。紛れ込めちゃう。すごいでしょ、そこは認めてくれよ。はい、お姉さん見つけました。はい。はい、お姉さん、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。仏教大学の現代社会学です。あちゃー、なんだあちゃーって思うの。低い。低くないだろそんなに。ちなみに関西やと仏教大の人、三金交流じゃなくて三金物流って言い方したりすんのよ。なるほどね。 G マーチの学習院とやり方は一緒。やめろお前。おい、誰も使わへん三金物流なんて。教育は有名だよね。教育、まあそうね、先生になれるよね。そうね、多分大して教えられへんけど。やめろ。おい、ちゃんと教員免許持っとるやん。やめろお前。失礼しました。学歴家系図を書いてくれましたね。はい、オープンお願いします。お姉さん、親の学歴知らんの？知らないです。え、俺生まれた時に聞いたけどな、親の学歴。そんなことある？生まれた時に親の学歴聞く？聞いたよ。高卒って言ってた。そうだよな。そうだよなじゃないけど。それもおかしいだろ。おかしい。で、親の学歴知らず、おじいちゃん学歴も知らない。でもここが、なんか兄弟多いね。はい、8人兄弟です。で、兄弟と反対の人がいる。これ何してる人なん？職業とかは。建築業を家族で経営してて。畳みました。あ、縮小で、おそらく自民党に献金してます。やめろお前。大体もう建設自民党と関わるよ。しゃあないのよ、もうね。ズブ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 なんですよ。昔はしかないからね。はい、女の子見つけました。はい、女の子、今は高校生。高3です。高3。え、高校聞いても大丈夫？はい、兵庫高校です。兵庫か。神戸御三家。ね、神戸、長田、兵庫の兵庫。兵庫が一番上。みんなそう言うのよ。いや神戸のやつも永田のやつもみんな言うのよ。いや、なるほどね。神戸トップ3ですね。すごいね。すごい。学歴かけずかけたみたいです。はい、オープン。はい、はい、あなた、はい、お兄ちゃん神戸学院。はい。弱いな。弱い言うな、おい。あかんよ、それはね。ダメだってね。そう。待って、お兄ちゃん。お兄ちゃんは徳島神戸高専から編入で、今二流。いやいや、ちょっと待って、ついていけてない。やめろお前。高専ついていけてない。やめてくれよ本当にね。一応兵庫県の豆知識なんですけど、神戸高専と明石高専があるんだけど、明石高専の方が賢いです。あ、そうなのね。神戸高専別に頭悪くないでしょ。悪くはないね。いいんでしょ別に。で、お母さん江南女子で、お父さんが神戸高専で、おばあちゃん昭和女子と。ちなみに兵庫高校からやったら結構大学受験頑張らなあかんちゃうん。そこ気になる。どこ目指してんの？私は今年立命館の法学部受けて、ダメだって。おー、兵庫高校で立命館落ちる？あ、落ちたばっかだよお前。傷がまだあるだろお前。本当にだって兵庫高校って兄弟は10人20。いや、そんな10位だ。今年は全然ダメだ。あ、ダメ。兵庫高校不作の世代。やめろお前。不作最大の原因を。おい、最大の原因この子って言おうとしたのかお前。あれ、兵庫高校やばせ起きた。兵庫高校バッタに襲われた。いや、襲われてないです。やめてくださいもんね。基金じゃねえか。で、まあ浪人して。はい。どこ目指すの？おお、まさに私分の王ですね、まさに。兵庫高校、国立主義なんで、私分あんま評価されないです。やめとけよ。
というわけでやってきました芦屋学歴家系図、やっぱ面白いね、はい、でしたね。名門というか、はい、いい映画多かった気がしますね、うん、兄弟、半大、神戸大、うん、この辺多かったですね。多かった、はい、しかもおじいちゃんとかね、いやすごい、やっぱ芦屋っぽい声声出てましたよ、うん、本当にほんまにそう思います、はい、面白かったです。皆さんも10の学歴家系図確認してみてください。チャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対出します。じゃあ今日この辺でバイ。